ゆみのパーフェクトウーマン第44回です。わーい。はい、この番組は私あゆみが素敵な女性いい女になるために今の自分に足りないこと様々なことに挑戦し経験値を貯めていく番組です。わー。はい、皆さん夏はいかがお過ごしでしょうか。日焼け対策してますか。私はもうね、日焼けとか嫌だし日焼け止め塗るのもめんどくさいんでこうやってずっと長袖を着てます。はい、そんな感じ。あ、お気づきで気づきですよね。そうなんです、ロックインジャパンフェスに行ってきました。はい、いやー、すごい盛り上がりで初めてがっつりとしたこう何野外フェス、夏フェスというものに行かせていただいて、超楽しかったです。もう本当にね、ずっとこうもうライブがいろんなとこステージよね、いっぱいあってね、こうすごいタイムスケジュールでこう行われてて、もうなんかやっぱ今までこうライブに行けなかったバンドさんとかもうこうちらっとこうねみんな見れたりするんでしょね。それでなんかこう興味なんか持っちゃったりしてワンマンライブとか行ったりするんでしょ。いや、すごいね、いい空気に包まれて、うん。で、私8月11日に実はね出演させていただいたんですよ。はい、でそれでなんか完売してたらしいんですね、チケットが。でそういうチケットに完売っていう概念があるのも初めて知って、一応キャパというかもうこれぐらいでなんか溢れるだろうみたいなのがあるんですね、きっとね。ねえ、なんかそんなね素敵な日に出させていただいて何よりなんですけれども、あいみはポッピンパーティーとしてバズステージの方に出演させていただきました。やったー。はい、もうびっくりまずフェスに出させていただくっていうこともびっくりなんですけど、で知ってるアーティストさんとかね、本当にずっと聴いてたアーティストさんとかも出てたんで、それをこう聴きながらメイクしたりとか準備したりとかで、こう大きなステージも時間があればちょっと見に行ったりとかして、すごいね楽しかったです。うん、なんかすごいところにいるんだなって思って、その嬉しさとありがたみといろいろかみしめておりました。すごい心に残るステージでした。ありがとうございました。はい、あいみさん、まだまだ暑い日が続きますね。そうですね、あいみさんは困った時はどうやって解決しますか。自分で悩み続けたりする人もいますが、人に相談するという人もいますよね。もはや後輩もたくさん増えてきたあいみさんに相談をしてくる人もいるのでは。ということで今日はいろんな人からの相談に乗れるようにお悩み相談の練習をしましょう。ラジオなどにおいてお悩み相談は鉄板です。ここはバッチリ身につけて先輩としての威厳を身につけましょう。お、お悩み相談大好き。はい、なので楽しみ見たいと思います。ということでパーフェクトウーマン今日も始まります。あいみのパーフェクトウーマン。ということでやっていきます。はい、皆さんこんにちは、マドモアゼルあいみです。はい、皆さんのお悩みに答えるべく、やってきました。はい、さあそんなわけでやっていきましょう。自分の容量の悪さによく落ち込みます。笑うな。悩みなの。どう悩みを笑ってはいけません。何でも後回しにしてしまい、やればすぐ終わるのに後悔することが多いです。もっと計画的になりたいです。無理ですね。無理ですよ。今何歳ですか。あ、じゃあまだいけるか。私40歳まで人変われるって思ってるんですよ。40歳以降はちょっと多分かなり相当な出来事がないと無理だと思ってて持論なんで自分も含めて40までにはちゃんとした人間になりたいなって思ってるんですけど、なんであと9年の余地はあるので、長い目で見てその40までに変われてればいいやって思ってればいいんじゃないですかね。
多分9年間悩むと思うんですけどでも容量の悪さって、いやでもこういう根本的なことって多分、ま、あの育った環境とかあと血遺伝でもらったものって結構強いから、それを変えようと思うと結構な努力と根気がいるわけですよ。なんでそういう環境に自分 を本当に変えたいなら、まあ追いやるしかないないなと私は思って、それでも31まで生きてるんですもんねえで友達もいるんですよね友達もいるんですし仕事もあるんですよねそう幸せですよ。その容量の悪さでこうなんかおゆちょいちょいおゆちょいなんで刺すんですか31までやってきたからっていうことは恵まれてるんですよ。幸せそれでいいんですよ。そんなわけで落ち込まないでくださいはい、終わりました。来月彼女の誕生日なのですが、何を買うか悩んでいます。年は26です。え、なるほど、年は26ですか。26の女の人にプレゼントするもの、それはテレビ 4K テレビですね。その心はやっぱり一人暮らしの女の子がすでにとてもいいテレビを持っているとは思えないんですよ。50インチ以上のテレビを50以上のテレビを 4K でプレゼントするといつだって思い出すことができるし仕事が断れなくて困っていますスケジュール的に、え、何ですか、辛くなることは分かっているのに…てんてんてんなるほどね。でもやれなくはないんですか。やれなくはない、やれなくはない。でも1週間のうちに必ず帰れない日が2日続きます、うん、帰れない日が2日続く、それは良くないですね。寝れてますか。3、4時間か。私もなんか平均4時間寝てるみたいな時ありました。でもしんどかった。だから2回に1回断る。多分気づかれるかもしれないけど、あ、こいつ2回に1回断ってるそんなに絶対的に周期守るんですかいや、あるんですよやっぱり。あ、自分これ無理かもみたいな、うん、ここでこれいけるかいけないか。でもいけないんですよ、そういう不安抱えてる時って。結局それをやることによって、ああ、あれを受けたからなんだろう、体調悪いんだなとか、あ、やっぱあれ断っとけばよかったみたいなとか、後々ずっと考えちゃうんですね。だからそういう不安要素は除去した方がいいです、心の健康のためにも。なんで経済的にも余裕があるなら、うん、思い切って断ってみて、それから考えたらいいと思います。断ってみて後悔したらまた引き受けるのもいいんじゃないですか。また仕事が来るか分かんないですけど自分で自分を認めたり褒めたりするのが苦手なんですが、これってそもそも褒めるまでに至ってないんでしょうか、それとも自分に厳しすぎるのでしょうか。私のお悩みなんですけど自分に厳しいよとか、あんちゃん頑張ってるよってやたら人から言われるんですよ。え、そんな頑張ってるみたいななるんですよ。そうそうね、自分に厳しいとかね、確かにまあ考えすぎて悩みがちみたいなとこはありますね。なんだろうな、あの理想がやはりねもともと高いから、そこに至ってないって自分で感じるとやっぱり頑張り足りないなって感じるし、褒めるなんてもう全然絶対できない。自分褒めることってありますか皆さん。今日頑張った、はい、
でもやっぱそうした方がなんかきっと心は健やかなんだろうなって思います。自分が自分を認めてあげたり好きになってあげたりしないと逆に他の人からもそうされないよみたいな。で、人はなんか自分の鏡だって言うじゃないですか。悪意を持って近づくと絶対バレるし、その悪意は自分に返ってくるしみたいな。なんかこの子嫌なこといっぱい言ってくると思ったら自分が嫌なこと気づけば言ってたりみたいなとかあるじゃないですか。なんでなんだろう、まあ、自分がそのなりたい自分とかそのなんだろう、まあ、認めてあげることによってどうも認めてくれるのかなみたいなは思いますけれども、だけどみたいな、だけどみたいな感じになってくるんですよ、どう思いますか。自分の悩みって無理じゃないですか。自分の悩みって解決できます。無理じゃないですかこれ。向き合う、パーフェクトウーマンでまさか自分と向き合うことになるとは。でも人からそうめっちゃ言われるから、頑張ってるよって本当に頑張ってるから、なんかあんまり思い詰めないでみたいな言われるんですけど、そうなんだって。だからめっちゃ言われるからそうなんだろうなとは思ってきました。 あまりにも言われるからなんか自分っても頑張ってるのかもって思ってきました。なのでそうなんだなと思って、なんかこう人の言葉を信じようって最近思うようになってきて、こっちの方がいいんじゃないって、こうせっかくアドバイスしてくれたりする人がいるならその人とこうなんか信じて、人の言葉を聞いてあげるのが一番いいんじゃないですか。はい、解決。はい、ということでお時間でございます。皆さんのお悩みを解決してきました。どうでしたか。まあね、いろいろ今後はね皆さんのお悩みも募集したいと思いますので、ぜひ、マノモアゼルあゆみにご相談のある方は、ぜひ送ってきてください。あゆみのパーフェクトウーマン。もやもやもや、ぽつりぽつんと湧き上がる内側のもやもやもや、見ないふり聞こえないふり、口に出したら怖いもんね、現実にしたくないもんね、そっとしまおう見ないふり、あなたは何も見なかった。はい、人生相談してきました。どうでしたか。いや自分でもなんかひどいなと思いましたけど、どうでしたでしょうかね。なんか喋ってると分かんなくなりますよね。でもなんか相手がこうなんかいるから、なんか話しながらできるのはすごい、やりやすかったです。いつもお便りとか読んで自分でこうじゃないかああじゃないかって考えてるけど、やっぱり結局その人の直接の言葉をね聞かないと分かんないことね、テンション感とかニュアンスとかいろいろありますから、今日はね直接お話できてよかったなと思います。あと自分の自分にも向き合えて、お知らせです。じゃん、今日からお知らせ制度が入ります。テレビアニメ戦記実写シンフォギアエクシブに出演中、テレビアニメカードファイトヴァンガード、この間最終回続高校生編の最終回が終わりまして、アイチたちの物語終わりとなりましたけれども、これからですね、ゲームとか、さらに新エモン編とか続きますので、ヴァンガードよろしくお願いします。私もスイコ役で出演させていただきましたので、ぜひ皆さん見る機会がありましたらチェックしてください。そしてちょっと前後しちゃいましたけど、8月20日にフォトテクニックデジタルが発売されまして、こちら、連載の第5回が、載ってます。第6回のうちの5回でございます。はい、なのであとちょっと連載終わるので、ぜひ見てください。そして8月25日バンドリーガールズバンドパーティー×富士急のイベントでポピーパーティーが全員行きますよ。なので、アイドルの楽しみにしててください。そして毎週木曜日バンドイ TV ですね、
あの、あ、毎週木曜&YouTube で書こうとしたんですけどね、ちょっと間違えちゃって、バンドイ TV があります。あと新しいラジオが響きラジオステーションさんの方で始まってます。一押しロストジカヤドラジオアウロラ通信、こちらあゆみと佐々木みこいちゃんでやっておりますので、ぜひ癒し系ラジオとなっておりますので、あの癒しが欲しい方は聞いてください。はい、お知らせも終わりまして、今日のポイントを発表したいと思います。じゃん、お悩み相談ってよくある企画ですけど、やってみると奥が深いですよね。時折毒と適当さを交えて答えていく独自のスタイルで良かったと思います。あゆみ先輩としての活躍期待してます。合格点のプラス40ポイントイエーイ、合格点だって。1人当たり10ポイント計算、満点じゃないですか、満点だと、イエーイ。いや、はい、なんか多分ね、こうね、なんだろう、人が違えば回答も全部変わってくると思う。同じ悩みでもその対象が違えば回答変わってくると思うんで、ぜひ皆さん、あのお悩みを詳細も交えて、ニュアンスなどもより細かく送っていただけたら、私あのいつでも答えますので送ってください。メールアドレスはこちら。はい、ということで、いい女を目指してこれからも頑張ります。それではあゆみのパーフェクトウーマン、今日はここまで、バイバーイ。